手紙を書く婦人と召使いは、オランダ黄金時代の画家ヨハネス・フェルメールが1670年から1671年頃に描いた絵画。キャンバスに油彩で描かれた作品で、ダブリンのアイルランド国立美術館が所蔵している。中流階級の女性と、この女性のおそらくは恋人宛ての手紙を届けるために、手紙を書き終えるのを待っている、召使いの姿が描かれた作品である。1660年代にフェルメールが描いた静筆で抑制的、内省的な絵画と1670年代に描いた比較的気取った絵画との橋渡し的な作品であるとみなされている。手紙を書く婦人と召使いはフェルメールが新機軸を試みた作品で絵画の中心点が複数存在する構成で描かれている。また、作品が持つ物語性が一人の人物像のみに集中していない3点目の作品でもある。座った女性の背後に描かれた召使いは画面構成上は中継にあたる場所で腕組みをしながら女性が手紙を書き終えるのを待っている。それぞれが配されている位置はこの両者が互いをあまり気に留めてないことを意味している。召使いの組んだ腕は自身の感情を抑えようとしているようにも見えるが、主人たる女性に対しては何の注意も払っていない。窓の外に向けられた召使いの視線は内心の苛立ちと退屈を意味し、自身が届けに行かなければならない手紙の書き終わりを待っているという自分の立場に不満を抱いていることを示唆しているとされる。ただし、このような解釈に懐疑的な美術史家もいる。パスカル・ボナヒューは、凶暴を示唆するのは二人の女性が交わす意味ありげな目線や微笑だけではないとする。そして召使いの思わせぶりな態度が女性が書いている恋文に関してこの二人が何らかの共犯関係にあることを暗示しているとした。手紙を書く婦人と召使いにはフェルメール特有のモチーフが多く見られる。特にフェルメールが好んで描いた屋内空間を内外に分かつタペストリとタイル式の床、窓、背景の壁にかけられた絵画、幾何学や抽象表現に関する自身の興味などがこの作品に描写されている。フェルメールはキャリア初期の頃からこのような独特のモチーフの表現描写を試みている。特にデリフトの眺望、レースを編む女、絵画芸術などの作品が有名である。手紙を書く婦人と召使いは1974年4月27日に5夜2点のゲインズバラ、3点のルーベンスの絵画作品と共に盗難に遭っている。当時これらの絵画を所蔵していたのは第2代準男爵アルフレッド・ベイトで、ベイトの邸宅ラスボラハウスからコレクションを強奪したのは IRA の武装メンバーだった。IRA の支援者だったブリジット・ローズ・ダグデールの指示のもと、IRA のメンバーがドライバーを使用して額縁から絵画を剥ぎ取ったのである。その後、手紙を書く婦人と召使いを含む盗難絵画は事件発生から8日後にカウンティコークのコテージで発見された。1986年にも手紙を書く婦人と召使いはダブリンの犯罪者、マーティン・カーヒルの手引きで盗まれている。カーヒルはそれまでに盗んだ多くの絵画と合わせて総額2億ポンドの返還金を要求した。しかしながらこの代金が支払われることはなく、カーヒル自身も国際的な盗難美術品を処分できるだけのつても知識も持っていなかった。アイルランド放送協会の報道では、カーヒルの美術品の嗜好はリビングの壁にかかっている。川に浮かぶ白鳥のような明るい安っぽい版画で、盗んだ傑作絵画は大金をもたらす金づるだと思っていたとしている。手紙を書く婦人と召使いは1993年8月にアイルランド警察のおとり捜査によってアントウェルペンで発見された。手紙を書く婦人と召使いは現物不在の状態で、アイルランド国立美術館に寄贈されており、返還された手紙を書く婦人と召使いは、そのままアイルランド国立美術館に所蔵されている。ありがとうございます。